児童開館前交差点の東、秋田県立図書建前2丁目橋より、終点方向秋田市3号3丁目付近秋田、県道26号秋田停車乗線は、秋田県秋田市中心部を通る秋田県道である。全線が主要地方道に指定されている。秋田市の中心部を、JR 東日本秋田駅前の起点から臨海十字路まで、東西に横断する、幹線道路である。 起点から広小路西交差点にかけての区間は広小路と呼ばれ、西方向に一方通行の道路である。逆方向、秋田駅方面へ向かうには南側の中央通りを通る。二丁目橋交差点から臨海十字路までの区間は三能大通りと呼ばれ、沿線に秋田県庁、秋田市役所、八津橋運動公園がある。このうち2丁目橋から山王十字路までの区間は？ 関東大通りとも呼ばれ、関東祭りの際に会場として使われる。起点から山王十字路交差点の間は1966年まで秋田市電が通っていた。当初の終点は国道7号に接続する山王十字路交差点までの区間だったが、国道7号は北北バイパスの開通に合わせて臨海十字路交差点まで延伸している。秋田中央道路は、 朝日北出入り口から東道路の起点まで東道路の地下を通っている。終点の臨海十字路交差点と山王十字路交差点は秋田県の交差点の中でも特に事故が多く、2013年の事故発生件数で1位2位になっている。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。山王大通りに関するカテゴリ関東大通りに関するカテゴリ二丁目橋に関する カテゴリー、ありがとうございます。